はい、皆さんこんにちは。さあ、今回はですね、スーリーモーション XTL を乗せてワインディングでの走りの印象をお届けしていきたいと思います。いや、久しぶりにですね、こういった緑の中に来ておりますけれども、やはりフォレスターはこのような場所が似合うなといった印象があります。で、結構ですね、これからルーフボックスを乗せようかなって思っている方の中に、ルーフボックスを乗せたことによってやはり走りの不安定さが出てしまうのではないかなと、気にしている方もね、やっぱり中にはいらっしゃるそうなので、まあ、そのあたり、チェックしていきたいなと思いますので、ぜひご覧ください。それでは行きましょう。さあ、ではね、これからワインディングエリア走っていきたいと思います。せっかくなので S モード行きましょうか。あまり使わない S モードで行きたいと思います。やはりですね、こういったところを走るときに気になるのはやっぱり車の振られ感ですよね。どうしても重心が高くなります。ルーフボックスを乗せると重心が高くなって、さらにスーリーモーション XTL は厚みのねあるルーフボックスなので、その辺がね気になるかと思いますが、はい、今ちょっとね一つコーナーを抜けましたけれども、まあ、その感じとしては全然問題ないなという印象ですね。全くもって、振られ感っていうのは感じないですね。で、ルーフボックスを乗せる方は、まあ、こういった道を走る機会ってやっぱり多くなると思うんですよね。やはりキャンプ場行く際なんかは、ね、こういったワインディング路普通に走ると思うんですけれども、まあ、そういったところを、走る感じでもですね、本当安定して走れるのではないかなと思います。ただし今みたいにちょっとこうこんな感じでね、こんな感じでちょっとハンドル操作をギュッと速くする時なんかは、そうね、若干こうロール感出るかなっていう感じはありますね。まあ、ただそういったねハンドル操作をするっていうことは、なんかとっさの時のね、回避、危険回避の時にやる動作だと思うので、そこまで気にしなくてもいいんじゃないかなっていう感じはしてます。おお、ちょっと霧がかっていい感じの風景ですね。今ね S モードで登ってきましたけれども、やっぱああいう道を S モードで走ると本当気持ちいいですよね。アクセルレスポンスもいいし、 1.8リッター CB チャージエンジン、やっぱねいいエンジンだと思います。で、今回下りですね。下りはやっぱりスピードが乗りやすいので、少しね不安定さが出る、そんなね心配もあるかもしれませんが、こういったスピードが乗るような、コーナーでも安定して走ることができるという感じですね。まあ、このあたりはねやっぱり車のね基本性能ですよね。フォレスターの、基本性能が高いので、やっぱねこの車はすごいですよ。本当いい車です。基本性能が高いからこういった場所を走っても本当に安定した走りができますよね。ルーフボックスを乗せても今みたいな切り返しのコーナーでも、本当不安なく走ることができるかなという印象があります。
さあ今度はですね、今来た道を戻りたいと思います。また S モードで走っておりますけれども、このように気持ちいいね。 CB チャーチエンジン力強くしっかりトルクあるなっていう感じがしてます。でまた切り返しが多いコーナーに入ってきておりますが、ルーフボックスを乗せていても全然問題なく安定した走りが得られるといった感じですね。本当ね、頭のこの揺さぶられ感っていうのは全くと言っていいほど感じないです。うん、いいですね。やっぱりこういった道を本当に快適に走ることができるっていうのはメリット高いですよね。やはりキャンプ場なんか行くにはですね、本当こういった道出てくるので、そういった道をね、このようなワインディングを気持ちよく軽快に走れるっていうのは本当いいことです。そのことによってね、車酔いしにくいっていうメリットも出てくると思うので、やはりね、そういった意味では本当フォレスターは本当いろいろな方におすすめできる車の1台です。で先ほどですね、あえてちょっと急なハンドル操作をしてみて、この車の不安定さ、揺さぶられ感っていうのをね確認しましたけれども、このねルーフボックスを乗せた時に揺さぶられ感であったり、あとね車の不安定さを感じる方はですね、ぜひねちょっとフレキシブルタワーバーですね、 STI フレキシブルタワーバーを装着していただくと、そういったところが若干ね改善されるかもしれないなっていう感じはしてます。私はドロースティフナーつけているんですけれども、ドロースティフナーは乗り心地にね若干のね変化が見られます。なんですけれども、フレキシブルタワーバーはそういった乗り心地の変化っていうのはねほぼ感じられないです。あのパーツに関してはデメリットは本当ない、メリットしかないパーツだと思って結構なので、そう、乗り心地を変えたくなくて、でさらに車の安定性を維持したいっていう方はフレキシブルタワーバーはおすすめできるパーツです。フレキシブルタワーバーっていうのは普通にねまっすぐな道走っている分だとそんなに違いって感じないんですけれども、今みたいなねコーナーであったり、あとは速度を乗せて曲がるようなコーナーですね、まあ、例えば、高速のジャンクションとか、ああいったで場所を走るときにはですね、本当ね車の踏ん張り感安定感っていうのが高まるっていう、そんな印象もあるので、あのパーツはおすすめできますので、ルーフボックスを乗せて、まあ、コーナーのちょっと不安定さとか頭の、揺さぶられ感っていうのをね感じる方はぜひ装着していただければと思います。まあそれによってね、ルーフボックスの、気になる部分が改善されなくてもですね、つけておいてデメリットが出るパーツではないので、うん、ダメ元でもねあのパーツはね取り付けて損はしないと思います。さあこれからねせっかくなので、ちょっと湖の方まで行ってみたいと思います。はい、ということでね到着いたしましたが、やはりこういった場所はね、フォレスター非常に似合うなという印象があります。で今回はフォレスターにモーション XTL を乗せてワインディングでのね走りの印象をお届けいたしましたが、まあ、結果的にはですね非常に安定した走りが得られていたと思います。ただしこれにはね個人差がありますので、ルーフボックスを乗せて車の不安定さ、あとは揺さぶられ感っていうのが気になる方はですね、STI のフレキシブルタワーバーを装着していただければ、もしかしたらこのあたり軽減できるかもしれませんので、お試しいただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。